梅雨の時期は部屋干しが多くなってしまい、どうしても洗濯物が乾くのに時間がかかりますよね。また生乾きの嫌な匂いが部屋にこもってストレスを感じることも多い時期だと思います。そこでしっかりと乾かすポイントや早く乾かす裏技をご紹介していきます。ポイント1、脱水の時に乾いたタオルを入れる。脱水が始まる前に洗濯機を止め、乾いたタオルを入れてください。それから脱水すると乾いたタオルが水分を吸った分、他の洗濯物の水分が少なくなって乾きが早くなるんです。ただし黒いズボンなどホコリが目立ちやすい服は注意が必要です。そうした場合は洗濯ネットに入れて洗いましょう。部屋の湿度は低いところに集まる性質があります。そのため洗濯物を部屋干しするときは天井近くの高いところに干した方が早く乾きます。壁際に干すと空気の流れが起こりにくいので、部屋の真ん中に干すことも大切です。洗濯物の上下に新聞紙を置くと除湿機の役割を果たしてくれます。洗濯物を干した部屋の床にはプル新聞を敷き詰めましょう。生地の厚い服などは裏返しておしましょう。縫い目やポケットなどに風が当たり早く乾かすことができます。洗濯前に一つ一つ裏返すのは手間なので、脱いだ時に裏返したまま洗濯機に入れておくと良いでしょう。アーチ干しというのは長いものを両端に、短いものを真ん中に吊るす干し方です。こうすると洗濯物を横から見た時、アーチのように真ん中がくぼんで見えます。アーチ干しにすると洗濯物の中で上昇気流が発生し、空気が動いて洗濯物が早く乾くのです。吊るした洗濯物は下部が乾きにくくなるので、下半分に向けて扇風機やそしてサーキュレーターの風を当てるのもおすすめです。また首振り機能を使うとさらに効果的となります。鬱陶しい梅雨の期間の部屋干しはこうした方法でストレスを軽減したいものですね。